オウムのダイアログとは、参加者が共通の理解に達し、何の判断も下すことなく、全員の視点に立つことを目的とした、グループ間の自由な会話である。ダイアログの目的は、人々が社会で直面している、コミュニケーション危機器を解決することである。またこれは、人類全体の意識の問題を解決することでもある。ダイアログは思考と普遍的な真実との関係に、 ついての理論的理解に基づいて提案された。ボームのダイアログは、ダイアログの概念をはじめに提案した、物理学者、デビッド・ボームの名にちなんで名付けられた。ボームは、ダイアログの概念をはじめに紹介した際に、以下のように述べた。ダイアログとは、人々の間の意味の流れのようなものである。この流れは参加者一人一人の視点という、包みを通って流れていく。 このような意味と情報の自由な流れこそが文明を変化させ誤った情報の破壊的な作用から解放し創造性と自由を生み出すのである。ダイアログには前もった目的や課題はない。強いてあげるならば思考の過程と一緒に考えるという過程を観察することである。このような活動によりグループの参加者は自身の持つ固定観念や偏見について知ることができ、 また思考の動き全体を観察することができる。ボームはダイアログにふさわしい人数として、そのグループが社会や文化の縮図となる程度が良いとした。ダイアログが目指しているのは、このような言葉によるやりとりが人類の他の活動に比べて、なぜこんなにも難しく対立を生みやすいかということについて気づき、観察を可能にすることである。ダイアログは、 議論やディベートとは異なるものである。ボームによればそのどちらも何かの目的を達成したり、決定を下すことに主眼が置かれており、ただ探求することや学ぶことは重要でないのである。人々が決まった課題や目的を持たずに会うことにより、何か新しいことが起こるための自由な空間が生まれるのである。デビット・ベーム、ダイアログの目的は思考の過程全体について、 深く入っていき、集団的な思考の過程を変化させることにある。私たちは普段、家庭としての思考に注意を払わない。我々は思考を行っているのだが、我々は思考の内容にだけに注意が向き、その過程には注意が向かないのである。なぜ思考に注意を払う必要があるのだろう。実際、何をするにも注意は必要である。 もし不注意に機械を動かしたならば、機械を壊してしまうだろう。我々の思考も、機械と同じく動的な過程であり、注意を払わなければ、うまく動かないのである。ボームのダイアログでは、いかに、ボーム自身が述べているように、聞くことが重要である。英人々の個人的や文化的な基盤について保留し、話されている内容に、全体的な注意を払うことで、 意識が新しい向きに進むことができるのである。意識はその後保留されていた特定の視点を超えた新たな視点に立つことができるのである。グリーフフォールは慣習的な議論についてこう述べている。T 参加者が独自に持つ視点についての自己防衛的な活動はお互いに聞くことを妨げてしまう。その対象にお互いが互いの意味することに完全な注意を向けることにより、 精神は社会や文化の蓄積物から自由になり、人々の間に自由に意味が流れるようになる。そして重要さ、動機、目的、価値などの共有とともに、視点や意味の共有が可能となるのである。主な問題と思えるのは、偏見に縛られており聞くことができないのが他人であった、時である。結局のところ、その人がある特定の質問に対して、 壁を作っていることを見るのはたやすいことである。そのような人はそのことに気づかないまま、その人にとって非常に大切かもしれないその考えが抱える矛盾に向き合おうとしないのである。その壁の本性は矛盾に対するある種の鈍感さや無感覚である。このことから明らかに自身が持つ壁について気づくことが極めて重要であることがわかる。 もしその人が注意深くいつも気を配っているならば、ある特定の質問がなされた時に、心の中に恐怖や喜びの感覚がよぎることを見つけるだろう。恐怖はその人が質問について深く考えることから逃避させ、喜びは思考を他の問いに向かわせようとするのである。このようにして、人は自分を動揺させる質問からいつでも逃げることができる。この結果、 他人の言うことを本当に聞かないといけない時でも自分の考えに固執していることに気づかなくなってしまうのである。人が集団で会話している時もしくは行動している時に人は自由に聞くことの壁となる恐怖や喜びの感覚に気づいていることは可能だろうか。参加者は会話の中でグループレベルでの決定が下されないことに同意する。 ダイアログではグループが何をするかについて決めないことが重要である。もしそうでなければ自由ではない。我々は何かをすること、何かの決定を下すこと、また何かを言うこと、言わないことを強制されない自由な空間を持たなければならないのである。参加者は会話の中でどのような判断も保留することに同意するグループの会話が続くと、 それぞれが考えとして持つ前提が浮かび上がってくる。ダイアログではそのような前提を保留することが求められる。つまりそのような前提を抑圧も放棄もせず、また信じることも信じないこともしない。それについて良いとも悪いとも判断を下さないのである。判断も保留しながらも正直で率直であることを心がける。参加者は他の参加者の考えに基づいて考えることを 心がけるダイアログでは、ある人が何かを言ったとき、一般的に別の人はそのままの意味でその言葉を受け取らない。それらの意味は類似しているが同じではない。このために、前者は、後者の返答から自分の用としたことと他の人が受け取ったことの違いを知ることができる。このような違いについてみることで、両者はお互いの視点に共通する新しい視点に到達する。 可能性が開かれるのである。このようにダイアログでは参加者は自身がすでに持っている考えや知識を共通のものにするのではなく、むしろ参加者はお互いに協力して何かを共通したところに生み出すのである。言い換えれば新しいものを一緒に生み出すのである。ありがとうございます。